パラグアイ海軍はパラグアイの海軍。2018年時点で総員2700人。内陸国であるため、パラグアイ水軍、パラグアイ内水軍もしくはパラグアイ河川軍が実態に近い。パラグアイ海軍は国内をいくつかの海軍区に区分して、河川水路、湖水とそれらに所在する島の領土保全など、防衛警備のほか、民間防衛、環境保護と修復。 関係部門の統計、気象観測、水分行政、国際平和維持活動に参加している。海軍総司令官の下、以下の職位、組織がある。人員約100人からなる。人員約900人、内徴収兵200人、4個大隊からなる。紹介官、パラグアイチャコ戦争中に、イタリアに発注したもの。自力での外洋航行も可能であった。2隻配備され、 うち一席は退役して、アスンシオンに展示されている。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、過去に収益した艦艇については、パラグアイ海軍艦,艦艇一覧を参照。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ミリタリー・バロンス2018。ありがとうございます。